はい、こんにちは。立花事務局の中川敦です。では本日もこちらの復縁チャンネルであなたの復縁成功が最速最短で成功できる復縁ノウハウテクニックについてお話をしていきたいと思います。そして今日のお題ですが、あなたの変わった姿を上手に伝える言い方方法について、伝え方についてね、お話をしていきたいと思います。この動画を最後までね、見ていただいたあなたは、自分が一生懸命自分磨きをしたりとかね、一生懸命彼女に言われた、彼氏に言われたダメな姿をどうにかして今努力して、あなたは変えているはずです。あなた自身がどうやって変えた、その頑張った姿をどうやったらお相手に魅力的に映すのか、そしてその魅力的効果的に映したあと、復縁の成功率を上げるための最後秘訣までお話をしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。まあ皆さんお久しぶりですということでね、ようやくコロナが明けて緊急事態宣言っていうのが解除されて、うちのね、あのご相談者さんも多くがもうデートにバン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 って行ける時期になってきました、ね、すごく嬉しいですよ。5月ね、4月、3月も本当に皆さんね、あの飲食店の方なんか本当に悩んでらっしゃったと思うし、困っていたと思いますし、それ以外のね、もうどの業界、私たちも全業界にね、大きな大打撃、経済打撃っていうのは受けていると思いますが、私はね、日本を元気にするというちょっとまあ微力ながらですが、恋愛というパワーを使ってね、その愛する人と一緒になれると、このパワーを使ってまあ、日本もね、そして自分も明るく元気にしていきたいと思って、また今日も気合い入れてね、この動画の撮影していきたいと思いますんで、ぜひね、この動画の画面のあなたもね、気合い入れて、よし今日から頑張るぞと気持ちを入れて、ギアを入れ替えてね、新しいね、一歩を踏み出していただきたいと思います。はい、まあそんな感じで、ではね、本題ですが、あなたが変わった姿を上手にね、伝える方法ということで、復縁で戦略的に復縁をねやっている人って成功率が高い、成功者が多いって、これは多分皆さんもご存知だと思うんですが、ただどうしてもこう感情的になってしまうところがあるわけですね。まあ、特に別れ際の話で言うと、別れ際ってね、相手のことが好きであればあるほど、思いが強ければ強いほど、どうしても別れるって言われた時に、私は別れたくないのとかね、俺はそんなこと受け入れられないとかね、こんなことも直すからなんとかよりを戻してくれとかね、そうですね、遅刻癖はなんとか早く直すからとか、酒癖は直すからとかね、なんかタバコはやめるからとかね、時間はちゃんと作るようにするからとか、イベントはちゃんと祝うようにするからとか、別れ際に来て自分が今まで言われてきたことであったり、その彼に彼女に指摘されたことをもうすぐ直すからなんとかそれでよりを戻してって、相手に食い下がってしまうものなんです。ところが別れ際のその自分の食い下がりをすればするほど、彼女や彼、そのね、恋人との摩擦だけが大きくなってしまって、結果的にはその関係の悪化につながってしまう。最初はまあ彼女の方もなんかこう涙流しながらね、もう本当は言いたくないんだけど、でも私も決めたのと、決心して別れるって決めたのなんていうふうに言ってたのが、なんかその食い下がりすぎてね、次第に時間が経つにつれて、もういいじゃん、鬱陶しいんだけど、もう連絡もしないで、私のことを考えてるのとかね、そんなことまで言われて、あなたは人の気持ちも考えてないなんてね、そんな風に相手を怒らせてしまって、連絡さえ返ってこないなんていうパターンもしばしば、まあしばしばというか、非常に多く私は聞いております。それはね、あなたの変わった変化の伝え方の問題なんですよということなんです。で、この時にまあ今ね、別れ際わーってなっちゃったな、でそこからどうしていいのかわからないなっていう方に、まずその別れたことに関して、まあこれはいろんな動画でも言ってますが、必ず起きた出来事ね、起きた結果に対して必ず原因があります。原因が、結果には必ず原因があります。原因がね、その原因をちゃんと突き止めて改善していくっていうことができないと、相手はまず受け入れる姿勢にならないわけですね。だから例えばその別れ際にね、俺もうなんとかこれを直すからってさっき言ったようなことを散々あの話を言っても、彼女彼からしたらどうせ嘘ついてるじゃんと、もうあなたが言ってることの信憑性や信頼性を失っているので、どうせそれも今だけでしょ、今こうやって別れ際あなたが辛いから苦しいからそうやって言って今を逃れようとしてるんでしょ、今をね乗り越えようとしてるんでしょって相手に見透かされてしまっていて、その直すという言葉にまあ重みがないというか、信頼性信用性を失っているから、そのあなたのすがりでは復縁が成功しなかったわけです。
では人はどういうことを言ったら相手があなたの変わる姿、本当に変わろうとして本当に頑張ろうとしているんです、知ってます、私はあなたが復縁成功に向かうためにどれだけ自分がダメだったのか、自分の至らなかった点に大きく反省をして、それを振り返り改善しようと今努力しているのは分かるんです。ただその努力をした結果どうやって伝えていけばいいのかが分からないということで行き詰まっているわけですから、この自分が変わった時に、自分が変わった時にそれをどうやってうまく伝えるのかというのには3つの手順があります。3つ。そしてこれ心理学のお話になるんですが、あなたが直すとか直せるというふうに発言したことに対しては必ず根拠を示す必要があると言われています。この自分の発言に対して具体的な根拠、理由を述べることで 64% 自分の言葉に信憑性を持つっていうふうに言われています。ですから大切なキーワードはその根拠を示していくことです。そして3つの手順ですね。で3つは理解、反省、言葉の順番で相手に行動を示すこと、理解、反省、言葉のこのステップで相手に行動を示すことで、あなたが実際に具体的に直すといったこと、直せるといったことに信憑性を持たせて、相手があこれだったら大丈夫だなってもう一度あなたのことを見返してもらえるようになるんです。だからこの順番、理解、反省、言葉っていうことを順番にやっていかないと、どうしてもこう感情的にねなって、まあ、別れた後すぐに復縁したい、めちゃめちゃ焦る気持ちも流行る気持ちも私は十二分に理解していますが、その焦る気持ち、感情的になりすぎる気持ちのあまり、自分では正しいと思って動いている行動が相手にとっては真逆の行動になってしまっており、彼彼女からは、まあ、彼彼女でもなく第三者のね友達に聞いた時に、ちょっとそれやってても復縁できないんじゃないのとかね、それは間違ってるんじゃないのって第三者からも指摘を受けてしまったり、まあ、その本人からも、まあ、別れた直後よりもどんどん煙たがられるってね本当に辛いんですけど、 LINE してても相手が本当に乗り気じゃない、素っ気ない、冷たいっていうことがなってきて、これが結構現実で、その復縁の成功率っていうのもこの動画を見ていただいている人でさえ言っても 13%、12.8% って言われて 87% の人が失敗をしているんですよ。だからこそ 87% の失敗にならないためにはっていうのを今一度ですね、ピュッとこう冷静に見て、あ、今まで自分が頑張って努力して変わったなと思ったら、伝え方のこの順番ね、順番をしっかり大事に相手の心理学をもとにね使っていくと、何が効果的かって言ったら、自分の伝えたいことをちゃんと相手にそのまま伝えることができる力を持っているのが、この心理学を活用したアプローチ方法だったりテクニックになるわけですから、ぜひですねこういう知識やノウハウ、テクニックも活用して、あなたの復縁成功をせっかく努力しているんであればね、その努力の結果をちゃんと出さないと、復縁の成功とかね、あなたが幸せな毎日が送れる、その成功できる成果につなげないといけないと思っておりますんで、ただね一生懸命私我慢したし、私反省したしってね、ここまでは100点、でもここからさらにもう2歩ね頑張るところがあるんです。お相手にねアプローチをする仕方であったり方法ね、こういうところで行き詰まりを感じている方ね、ぜひですねうちの復縁の講師に何でもお尋ねしていただければ無料でご相談できますしね、うちじゃなくても友達でもいいですから、必ず相談して、もう今ねどんどんご飯屋さんとか行ってね、またあの飲食業界とかも回復してほしいなと思いますし、また日本がね元気なパワーあふれる日本に戻ってほしいなって思っておりますんでね、そんなちょっと気合を入れて今日は一本動画を撮らせていただきました。ぜひですね皆さんの復縁成功、立花事務局本気で応援してますからね、一日も早く復縁成功してあなたの幸せを掴んでください。ではね、立花事務局の中川敦史から本日動画をお届けいたしました。最後までご視聴ありがとうございます。